この衣装めちゃくちゃ買いたいんですよ自分も。おお、レンさん買ってましたね。これ全部で、ね、全部で2500円。全部で1500円。お、分かりました。高えな。さあ、早出しのエーザー、先手を取ったのはエーザーだな。早出しのエーザー、いいさあ、剣とチュンリーはお互いが苦手としているイメージありますが。そうなんですよ。ただ剣がやっぱ一番チュンリーきついって今言われてて。ほうほうほう。やっぱ勝ち負け落ちないってだけなんですよ。お、これはうまい。さあ、シャガタイで暴れている。エーザーっぽい。おくらせチーパン。ここは V2 番使う。シャガタイヤマイ赤髪強結構強気っすね。では徳川の第1位台ですね。1位台は P 側ゼルさん、徳川のリモコンさん、大波動は見てから抜けやすいが、やっぱり緊張だと反応が難しいというところで、結構このゲーム、台の飛び道具と抜け技 の、 このバランス結構絶妙なんですよ、ね、ギリギリ見てからだと開幕ぐらい難しいです。お、これはもう漏らしたっぽい。漏らしたんすよ。今ステップからのしゃがみ強パンチかくるんですね。大体調べてますね。歩いてだけ。なるほど。これはでかい。これはエータのチーファー読んでたと言っていいでしょう。これは勝って。さあ、第100レベルコパチュースピバというところでしょう。さあ、今の大パンはかなりエータ読みが入ったと思いますが。さあ、コパはなんだ。コパは何を意味してるのか。強欲でも仕込んでるんですかね。さあ、イエスが出て、ここを上げていく。おっと、ダイパー余りで、クイック落とす。今の中盤コ入ってましたね、きっちり。軸ずれて、ジャックキックが、届かなくなるんで。ジャックキックが届かなくなるという、この間ご時代に、知らがしされた、噂の軸ずれ。さあ、そして昇竜発動も分かっている。さすが大家。住人の手札と把握済み。さあ、しかしガードしてから勝利。あーと中盤こすり、ここもこすっていく、ここもこすっていく。さあ、随所にエータ対策が見られましたが、くなっちゃうんですよ。だからカウンター確認、はいはいはい、あの CA、 を必要とします。さあ、どうだ。 MOV 対エータは、さあ、ここは前捨てして非常にサードセっぽい動きですね。前捨てタイプは竜巻に着地硬直取れるんで対策の一つ。なるほど。ただゲージがないので一気に当たらないというところでしょうか。おお、早すぎる。今の反応はこれが MOV。 今の反応はこれが MOV だ。さあ、全ての技モーションを駒送りで調べ、反応するモーションを調べる男。これが MOV。 これは漏れたか。小判からしっかりと暴れていったが、どうだ。さあ、とりあえずは V トリガーが収まるまで我慢しようという構え。さあ、大波動すらジャンプしない。これはかなり弱波動、確かにジャンプはちょっと危険だが、相当削りました。大波動もジャンプしなかった。さあ、相手は抜けている。さあ、やはりどうだ。ウィナーズとルーザーズでは差があるのか。少し MOB の余裕が見えるというとこだが、ただ中足当たればいけます。これ、あ、ここで来ましたね。そうっすね。でも反動で大パンを出していた場面があったので、ちょっと低空はというとこでしたが、さあ、第1打席、100列小スキバ。さあ、重ねたのが中盤なので中足かなと繋がないですね。今しかもスピーバーを全部立ち方したら距離かなり離れた。離れましたね、すごく。さあ、これはガードでいいというところ。少々勝利が使っている。これはローキャンでも入ってる。少々からは補正か。しかしちょっと補正が乗るぞ。どうだ。これはいった。これは家主の貫禄と貫禄の勝利。